こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。いいですか、歌いいですか、ありがとうございます。今日何してる？今日は失恋してました。お昼？お昼に失恋してました。しゅうちゃん、ハートでくさん、ありがとう。サンタさん、兄ちゃんからありがとうございます。今、生写真があるんで、ぜひ見てください。ポテチーさん、ありがとうございます。10周年のやつ、ありがとうございます。周年当日まであと2、もうそんな、やばい、リハーサルがね、まだ、ジンとゼップのそれぞれの見どころ、見どころは、ゼップはエトですね。完全にエトがめっちゃ見どころです。で、周年はもう全部が見どころかな。それぞれブロックがあるから、そのあの、にしゃ、あの、自分の見どころは、なんだろう。昼、そう、昼だったらね、ゆいちゃん出れないからね、ちょっと。平日だから。そう、エトブロックが見どころです。結構いっぱい出るけど、周年が多いかなって感じです。やっぱりね、チームドラゴンが見どころです。もう馬年も見どころ、全部のね、に見どころがあるかなって感じ。
ドラゴンだからヒロくん。どうだろう。ヘビロス、おヘビロスはアイチーさんと田中ちゃんとミクさんとミサキさんだ。10年はあの丸ロックが見どころです。もうあれゼップは MC も見どころです。レゴブロックじゃないレゴブロック、レゴブロックが見どころです。みんなでレゴブロみんなではしないかな。いつもにくにくにで来てくれてありがとうございます。ダルメニコさん、あつだくさんありがとうございます。今日はね、外がめっちゃ寒かったよ。そう、でも今は暑いです。家だからね、まだ暖かいくらい。だから自炊してる時に普通のあのちょっと薄いジャンバーにモフモフのジャンバー着てたから、それでもねめっちゃ寒いの。だからあの手が寒くて、そうめっちゃ寒かった。手袋が必要ですね。そうマスクもないとつけないと口が寒い。学校は暖房ですね。とでもね、暖房あったのかな、わかんない。みんなね、なんかあの暑いから冷房がね、みんなあれ寒いの意見は聞いてくれないの先生。あれ着ればどうにかなるから着なさいって言うと、ジャンバー持ってきなさいって言ってるから、みんな あの寒いって言ったら、だから暑いって人がいたら必ずね冷房がつけられるから、めっちゃ寒いの。
なんか袖がいいね。この時期になったらね、体育も嫌だからね、トレーナー着ても寒いから、足とか寒い。そう、冬の体育館ね、あれ体育館さ、そんなさ使わないから冷たいじゃん、めっちゃ風も通るし、ドア開いてだから、めっちゃ寒い、床が寒い。そう、 SKG のねベンチコートめっちゃあったかいの。しかもあのなんだっけ、そう、あの背がちっちゃいからいいじゃん、長いやつしかないの、でかいやつだから全身ね入れてめっちゃ便利な、めっちゃ涼しい。だからあのクリスマスマーケットの時もそんな感じだった、ベンチコートめっちゃ着て、カイロをずっと手に握って本番直前で、マイクもね冷たいからカイロであったかくする。そう、寝袋みたいなの。長すぎて歩ける。パンチいつもそう、そばに。でもね、短いやつもあるから。クリスマスに大阪、そう、おパンチいいなぁ、ほんとに。行きたい、ほんとに。おもちゃが消えたね。あ、15分ありがとうございます。そう、福岡にねショップできてほしいよね。あれ意外とね福岡のファンの人も多いんで、おパンチ詐欺31だ。お、本当だ。31。福岡に多いのはいいじゃん。本当。ボンチューさん、さすがに服着るくない？
ゆずさん、くまありがとうございます。のみさんもレインボースターたくさんありがとうございます。服着たらおパンツを、そう、ここ最近新しいおパンツ詐欺のニコマ漫画、そう、でもあれポチャマも結構期間が空いてるから、あ、ポチャマのやつ見ましたか、教習所2、本当に本当にやばかった、見ましたか、みんな見てない人は今お願いします。本当に可愛すぎた、母さんは冬眠すぎる、そう、あの学校の日は冬眠します、ちょっと冬眠してるんで学校行きません。あ、見た、本当に面白すぎて、あのオムライスが来て、あのオムライス踏み潰されて、あのなんだっけ、最めっちゃ一番最後のポチャムが転んでるやつ、ゆいちゃんの、あのそう、あれゆいちゃんのアイコンだから、あれおじさんとぶつかる、ぶつかる、ぶつかるというか、あのおじさんが逮捕されます、レトオムライスオムライス美味しいよね、ちょ、どこだっけな、どこかのねオムライス屋さんがめっちゃ好きなの、オムライスとスパゲッティをねいつも頼むんだよね、どこだっけ、お持ち帰りができるんだ、福岡にあるんだよね、ウポチムの…ウポチムなんだよ、ウポチム…ウポチム出ちゃそう、本当にそう、オムライスとか、オムライスどうだろう、わかんない、でも動画見て覚えた、なんかいろんなメニューがあったけど、その中でもオムライスとかが有名だった、なんかおしゃれな、おしゃれというか、うん、なんかかっこいい系の、ゆったり、ゆったりとした感じのね、場所だった。そう、そう、オムライス好きだから、ね、なんかめっちゃ、美味しいの、オムライス。めっちゃふんわりしてるの。オムライス、オムライス。こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。
オムライスに来ちゃうとき何そう。普通は普通の感じだけど。オムレツ、オムレツとオムレツって何が違うの？オムレツ普通に黄色いだけ？ご飯がなくて。オムライスの中央切って取るそう。TikTok であったそれ。それ見てね、オムライスの作り方をね、ちょっとだけ分かった。ご飯があるかだよね。でもそれだけだったら食べれる。めっちゃトロトロしてるよね。オムレツ。オムライス好き、大好きだよ。そう、ふわとろオムライス、ふわとろオムライス美味しいよね。くるっと巻くのがむずい。くるっと。みーちゃん、ママの上とふわふわどうだろう。でもふわふわ、めっちゃふわふわなのはいいか。普通のふわふわ。普通のふわふわだったらいいけど。みーちゃん、卵焼き作ってないないな。でもね、卵焼きは絶対に作れる自信があるの。簡単だから。なんか長方形のフライパンみたいなやつ、卵かけるじゃん。ちょっとあの卵混ぜたやつちょっとかけて、あの焼いて、またくるくるってして、でまたここにやって、くる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 ってすんの。くるくるするか。くるくるってして、でまたかけて、くるくるってすればできる。したらふわふわの卵焼きになるから、できるできる絶対。家庭科とかで作る？いや、作ってないかも。スクランブル、あ、スクランブルエッグ。料理実験中、どっちだろう。料理と言えるのか。みーちゃんがオムライス作った。あ、18分になったので3巡目をしたいと思います。13位みのるさん、12位かずおさん、11位ぶきっくさん、10位みどりの思い出さん、9位リオダさん、8位シシミラコウさん、7位フランさん、6位ダルマインコさん、5位ショウちゃん、4位ヤスさん、ありがとうございます。そして第3位はぐる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 ドカーン、ショウタンさんです。ありがとうございます。イエイ。
世代にはぐる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 っとかん、ナミさんです、ありがとうございます、イエイ。そして第1位はぐる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 っとかん、テチーさんです、ありがとうございます、イエイ、ありがとうございます、皆さんたくさん来てくださりありがとうございました。明日は夜配信となるので、ぜひ来てくださると嬉しいです。それではカウントしていきたいと思います。2659人の方来てくださりありがとうございました。5、4、3、2、1、またね、バイバーイ。そう、明日からお仕事の人も頑張ってください。バイバーイ。ちょっと月曜日ですが、頑張りましょう。バイバーイ。